こんにちは、のんです。今事件が起きまして、動画を撮っていたんですね。サバ寿司を食べながら、そしてこの完全パケ買いのこのビールを飲みながら動画を撮っていたんですけど、いざ編集しようと思ったら、なぜか動画が消えるんですね。 SD カードの中には入ってて、動画を編集し始めると消えるんですよ。これがね、2度も起きまして、もうかなり落ち込んでおります。はい、ということで、まあ気を取り直してもう一回同じ話をしたいなと思います。何を話してたかと言いますと、この前岐阜 FC の試合を見に行ったんですね。でその時の話をしてて、でそうだな、まあ岐阜、この前の試合はアウェーのお客さんなしで、ホームのお客さんだけの試合で、私は近くに滞在してたので行くことができたんですけど、っていうので、何人くらいだったかな、4000人くらい多分入ってたと思うんですけど、なんか見た感じはもうちょっと入ってるのかなと思った感じしましたね。なんかお客さん結構いっぱいいるように感じました。はい、で初めて自分でチームでとかじゃなくて、自分で個人で見に行ったのかな、多分 JA の試合行くって今まであんまり、てかほとんどなくて、チケットをどうやって取るんだろうっていうところから、どうやってスタジアムまで行くんだろうっていうところまで全然わかんなくて、会場着いたら着いたで分かんなくてめちゃめちゃ聞きまくったり、とりあえずの緑色のユニフォーム着た人の後ろついてって見に行きました。なんか今までずっとやる側だったから、こう見る側でまたなんか違った緊張感があって楽しいなと思いましたね。はい、なんかJ3 の試合って初めて見たんですけど、演出だとか、エンターテインメント性というか、まあその動いてるスタッフの数とか会場の雰囲気とか、なんかいろいろすごいなって思いました。なんか想像してたよりもずっとすごくて、本当になんかエンターテインメント要素すごいあって、お客さんを巻き込んで試合にこう、なんだろう、チームと結びつけるのがうまいなって思いましたねお前誰って感じですけどって思いました。なんかね、メインビジョンっていうんですか、あの大きいテレビに映る選手紹介とか、なんか動画とか編集すげえなーと思いながら、なんかね、やっぱそういうとこにちょっと目がいっちゃいますよね。どういうトランジションなんだこれはみたいなどのフィルター使ってんだろうみたいな感じで、なんかそこら辺、なんだろうな、女子の一部のリーグ、私がいた頃の女子の一部のリーグよりも、なんかその辺すごい演出がすごいなって思いました。なんかね、女子もこんな感じで、なんかかっこよくこう見せてくれる何かがあると、よりお客さんも楽しめるかなとか思いながら見てましたね。はい、あとなんだろうな、試合はもちろん面白かったですし、声がね、声出すの禁止
公園で声出し禁止っていうのあると思うんですけど、まあでもつい出てますよね皆さん。それはでも危な、今度はメモリがなくなりましたよ。本当にもう今日は動画の運がついてないですね。はい、何話したっけ、忘れちゃったな、何でしたっけ。まあそんな感じで、まあ、見に行ったんですね。はい、なんで急に見に行ったのって感じだと思うんですけど、なんかインスピレーション受けたかったっていうかなんか最近仕事しかしてないなみたいな。まあ仕事はね、に没頭できるってありがたいことなんですけどね、なんかいろいろやりたいなって思ってたことへのモチベーションが薄れてはなかったんですけど、なんか後ろへ後ろへ隠れちゃってる感じがしてだったんで、なんかそれを呼び起こしたいなというか、なんかちょっと視野を広げたいなみたいなのもあって、お試合見に行こうと思って行きました。うん、はい、また切れましたねなんかもう今日ちょっと、あ、ちょっとうるさいなこれ、ちょっと今日カメラの調子が悪いんであんまり喋れないですねっていう感じで、また何話したか忘れちゃったんですけど、そう、そういう理由で、試合見に行きましたという感じです。そうだな、特にというか、なんかこの前激辛の動画撮ったんですけど、激辛の動画ってすごい人気があるんですねって思いました。なんかただ辛いの食べてるだけだったんですけど、なんかめちゃくちゃ凝って編集した動画よりもすごい伸びて嬉しいんですけど、まあちょっとショックでもありますよね編集ね凝ったって伸びないもん、伸びないですもんねって思いました。はい、っていう感じで今日は、本当に動画自体喋ってんの10分くらいなんですけど、何回も同じの撮ってたんでめちゃくちゃ時間かかっちゃいました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。ではまた次の動画で、バイバーイ。